皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今回はアクアテラリウムを作りました。かなりね、よくできたんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで見てください。今回はアクアテラリウムということなので、全面が開いたこちらの水槽を使っていきたいと思います。ろ過は底面ろ過を使いたいと思います。1つ1700円で買いました。このようにウールマットを敷いて動かないようにセッティングしました。小型なんですが結構出力強いので十分回せると思います。チューブがすごいことになってますよね。こうやってタコ足みたくして、いろんなところからちょろちょろ水が流れるようにしたいと思います。人工芝を引いて、ヤフオクで買った盆栽流木を置いて、その上からソイルを敷いていきます。ソイルはおなじみの ADA のアマゾニア2を敷いています。ソイルが敷き終わったので、今回も種から水草を育てたいと思います。ベビーハイグロシード、たった1000円でこれだけ使ってもまだ残ってます。霧吹きを使ってたっぷりと湿らせましょう。これが不十分だと発芽しません。ウィローモスを活着させるために枝に絡めて置いていきます。サランラップをして湿度を一定に保ちます。また水槽内の温度が低いと発芽しないので注意してください。かわいい芽が出てきましたね。根っこがだいぶ下まで伸びてるのがわかると思います。だいぶ発芽しました。綺麗ですね。アクアテラメーカーからのチューブを盆栽流木にちょろちょろ流れるようにつけていきます。ジェックスの水洗い不要の天然さスノーホワイトを入れていきます。どうでしょうか皆さん、なかなかかっこよくできたんじゃないかと思います。この木となっている一本一本からちょろ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 水が流れていますので、ウィローモスがしっかりと活着しています。生態はね、職場のビオトープからメダカちゃんをもらってきました。またヤマトヌマエビを10匹ほど入れています。驚きましたか？これはミストメーカーといって約1000円です。安いですよね。このように水蒸気ミストを発生させることができます。雰囲気をね、作るだけじゃなくて、実際にね、こう湿度を一定に保つこともできます。立体起動装置をつけばね、兵士たちが
ビュンビュン飛び回ってそうな森ができましたね。こちらはライトを使わずに差し込む日の光だけの映像です。これもまた朝の森っていう感じがしていいですよね。現在他にも立ち上げ動画作成中ですし、またねこの水槽作る時もねいろいろトラブルがあったんですよ。そういったトラブルの対処法なんかも話していけたらと思います。それではなおなお軍曹でした。いいね&チャンネル登録よろしくお願いします。